強法小判、強法小判とは、聖徳4年8月2日より、通用開始された一両としての額面を持つ小判で、ある。また、強法小判及び、強法一分半を総称して、強法金と呼ぶ。なお、聖徳金銀発行及び通用に関する触れ書きは、聖徳4年5月15日に出されているが、強法金銀については、若干品位を上げたとされるものの、 本質的な吹き替えではないため改めて触れ書きが出されたわけでもなく、強法金銀の発行時期については諸説あり、聖徳五年とするものや、徳川吉宗が将軍職についた強法元年とする説まである。表面にはタガネによる御座目が刻まれ、上下に切り物を囲む、大疑惑、中央上部に、一株に、密字の極印、裏面は中央に、顔、 下部の左端に小判子の原告員さらに不記書の原告員が打ち記されている。形状小判と同形式で、先の聖徳小判とも類似するが、裏面の顔が形状のものと比較して小さく、表の密字の光の末がと、次の第四角が離れ、いわゆる李密字のものが、強方小判とされる。初位は聖徳記であり、本来は、 聖徳後期小判と呼ぶべきであるが、鋳造期間の大半が、強法期に属することから、聖徳小判と区別する意味で、強法小判と呼ばれる。裏面右下に、広市、または、久しの刻印が打たれたものが存在するが、この刻印の意味については、現在のところ未解明である。さらに、佐渡の金座で鋳造されたものは、裏面に、助の極印があり、佐渡小判あるいは、 スケアザ小判と呼ばれる。佐渡小判は小判氏の玄国院、さらに吹書の玄国院の組み合わせが、筋、神、理、神、甲神、また、神に限られる。慶長の平成への復帰により発行された、聖徳金であったが、慶長金に対する品位の差から評判が良くなく、さらに聖徳金と同品くらいで2分通用と定められた。 宝永小判2枚分の両目より不足していたなどの関係から、間もなく三代目、後藤正三郎吉江公の慶長小判の被疑、すなわち、未曾有の意に復帰する吹き替えが行われた。金品位を挙げたのであったが、参金量はすでに衰退しており、品位の低い元禄金及び両目の少ない、宝永金の回収による吹き替えが主流であったため、 名目上の通貨量が縮小し、また徳川吉宗による、食産工業あるいは新田開発による米の増産も重なり、次第に物価特に米価が下落し、さらに緊縮財政による不況に陥ることになり、年貢米の換金効率の低下から物資層は困窮することになった。また、法営4年10月13日に、反殺の発行が禁止されていたが、 各班からの要望に加えて、通貨不足の緩和策として、幕府は、教法15年6月に、反札発行を解禁することとなった。通用停止は、軽聴金、衝徳金ともに、原文3年4月末とされたが、引き換え回収を図るため延長され、最終的には、文政10年1月末であった。教法1分半、教法1分半は、教法小判と同品くらい、1、 4の両、慶長1分半と同様、年代印は打たれていない。また、裏面右上に、スケ文字の極印が打たれた佐渡金座中蔵の強報佐渡1分半が存在し、スケア座1分半とも呼ばれる。蜜字の光の末がと、次の第四角が離れ、利蜜字であることから聖徳1分半と区別されることは、小判と同様である。表面の一の文字の末尾が短く、 枠を突き抜けていないことが特徴である。小判の規定量目は4問目7分6輪であり、1分半は1問目1分9輪である。多数量の実測値の平均は小判4.74問目、1分半1.19問目である。大乗館による旧金銀貨幣価格表では、重量あたり量目5.7126にトロイオンスとされ、 小判1枚あたりの両目は1 7 6 7ムとなる。規定品位は、慶長金と同位の50問目7分くらい、銀13.21%である。明治時代、大乗官の元旧金座、及び造幣局により、江戸時代の貨幣の分析が行われた。強歩金の分析値の結果は、以下の通りである。雑文は銅、鉛などである。不機人録によれば、 小判及び1分半の合計で828万両である。一部判は総駐造量の5割とされる。すなわち414万両である。小判は414万両という計算になる。サド版は、強法元年より強法9年までの鋳造工は、小判16,800両、1分半16,800両、合わせて33,600両と推計される。 また金座における鋳造手数料である分一金は、鋳造光線料につき、手代十両、金座人十両2分、副書投両4両であった。ありがとうございます。